庄原市西条町で蕎麦の実の収穫が続いています。品種は秋日立で、地元の農家が作る西条蕎麦生産組合がおよそ60ヘクタールの畑で栽培、今月12日から収穫しています。この日も2ヘクタールの畑で刈り取っていました。今年は夏場の暑さで生育が心配されましたが、大きな影響もなく順調に育ったといいます。今年の収穫見込みは例年並みのおよそ40トン。およそ20年続く地元の商工会の美北門ギフトとして西条生そばセットを販売する予定です。